209。あ、ダメだ、ダメだ。思うの全然難しい。そうね、609。はい、でかい。609で減ったんでしたっけ。減った。本当だ、650、660だったんでね。この子だよね、あのドライフルーツだっけ、そのよく食べる。最初はそうですね。もう、で、今の食事内容はもう、プレ、何だペレット。チムチムシ、あ、ペレットが何グラム？チンチラセレクションを12グラム。12グラム。で、チムシは20。いいですね。から、なんだっけ。で、チムシのブロック。チムシブロックが、まあ、入れるとき、入れんときありますけど、うん、5、6グラムかな。5、6グラムね。飲水量なんで、30が平均ぐらいです。うんちはうんちは2、300ぐらいです。どうしたの。はい、はい、でも今もらってないんだよね、ドライの。そうですね。めちゃくちゃすごい気が抜けるのこの子。ちょっとさ、それから石崎くん呼んでくれてもいいんだけど。はい、ごめんね、綺麗な目してるね。お耳。なんかさ、はい、こっちの耳かゆがってる？いや、かゆがってないですけど、なんか赤いよね、若干こっちの。頭撫でる、うん、耳を、あ、そうか、うん、耳かかいてあげると気持ちよさそうにはしてます。わ、うん、かりました。あんまりさ、ガリガリとかあの気にしといてください、うん、こっちの耳の入り口がこれぐらいね、まあ、多少は赤いんだけど、はいはい、こっちの方がなんか一緒か。ごめんなさい。一緒ですね。でも 赤いと、うんうん、赤、あんまり若いと、で、かゆがってたらね、うん、ですぐでも赤くなるんですよ、興奮すると。今興奮してるじゃないですか。だからちょっと、さっき見た時よりも色が沈まってきたから、さっきの時なんかもっと赤かったのが今見せたら一緒ぐらいだったから。はい、それから、はい、じゃあ一緒に 歯と歯茎を入れましょうか。だいぶ黄色くなってきたね。でもまだまだ足りないね。そうですね、下の歯が、うん、ね、まだちょっと、うん、白くちゃダメだから、もっと上の歯もそうだけど、もっと黄色くならなきゃダメ。歯茎の色はまあまあ赤みがかったピンク色でよく食べてると思いますけど、だからこれはそう、栄養のバランスが良くないとダメだから、そうすぐには治らんのでね、うん、今までと今の感じでチモシーたっぷり食べさせてくださいね。お腹は柔らかい、いいですね。ただ毛がすごい抜けるね。この子ってあの出してますかね、昔。出してるね、一番最初に。おお、ごめんね。つけてます、これ。やってます。最近。毎日つけて、はい、ちょっと V 字にして。ね、すごい毛がつくね。で、足裏もね。この足裏も皮膚炎になりやすいですからね。若干こういうとこ赤いからさ、こういうとこにもつけてほしいんですよね。はい、まあ、得手はよっぽどならないんだけど、まあゼロではないけど確率でもほとんどない。まずここだからさ。よし。いいよ。ちょっとそうとかしてくれる？ちょっとそうとかね。いっぱい抜けてきちゃう。で、この子はで今からレボリューションあのセラミックシっていう成分をつけますね。はい、それでラキサトーンをやってます？やってますね。うん、やっててくださいね。それとまあラキサトーンもだけど物理的に毛を取ってほしいですね。この子で好きでしたっけ？あ、好きです。ごめん、嫌だよね。もう好きだね、あなた。あ、やだ、ごめんごめん。席入った。ごめんね。あっという間に食べれるんだよ、これ。
ちょっとじゃあ、はい、じゃあちょっとこの、なんだっけな、レボリューション、こちら、あ、こちら、レボリューションつけます。まあ、これは前の話だよね、こう季節薬ですね、うん、イベルメクチンが、そろそろ日本でも使われそうな感じですね、いや、コロナ、うん、コロナね、あれを早くさ、使えばいいんだよね、そうそう、ごめん、まだね、予防も大事なんだけど、治療をちょっと確立しておいてもらわないとね、うん、めちゃくちゃ簡単だね、この子、これあげるのちょっと 1cc ぐらいデザート、うん、まあ、毎日ラクシャトーンあげちゃってくださいね、はい、手とかしやらしてくれるの、うん、ですね、キャキャなかな、はい、いいよそんな嫌じゃない、お利口さんさっき散々泣いてましたもん、ね、あ、泣いてたんだ、諦めた、うん、諦めてもういいよ、ね、でこれしながらあのハンドキーニング、ね、あのやってます、しくんの手で食べさせる、褒める、ね、名前呼んでアイコンタクトで手で食べさせる、うん、おいでして食べさせる、これ毎日やな感じか、ね、すごい、めんどくさいけど、でブラッシングの時はおいでってご褒美あげてからブラッシング、ね、保湿してからブラッシング、うん、あ、ブラッシングしてご褒美あげながらブラッシング、うん、めっちゃ可愛いね、めっちゃ可愛い、色綺麗だし、いい会社だね、でもね、体重はね、減っちゃったけどさ、うん、普通600ですからね、500から600だから、うん、ちょっとその前が多すぎたと思う、うん、だから、いい体型になってきてると思いますよ、うん、で、必ず元気だったら、すごい一日がたくさん出るじゃないですか、うん、で、今のそのチモシーがね、20でペレットは12で止めてるわけだけど、チモシーは止めないで、うん、だから、チューブの、あ、チューブじゃないか、チモシーのブロックは別に悪くない、繊維が多いからね、それはおやつでやってもらっていいと思いますかね、結構水飲んでくれるからいいですよね、そうですね、うん、この子で野菜、本物の野菜は食べないの、全く食べないです、毛嫌いする、あ、そうなの、ほんとかぶりつきますね、ピンク、いやそれが、まあ今は季節じゃないけど、リンゴとかさ、リンゴスライス果物も食べないです、え、そうなのもう前の、毎日でこうやってやります、あ、そうなんだ、水分含んだけ全然ダメだよ、乾燥したものじゃない、ああ、そういうことね、でもそっちやっちゃうとペレットもらった方が多分嬉しいです、ね、うん、あ、ごめんね、ペレットの方がね、はい、じゃあいいですよ、これぐらいで、はい、頑張りました、はい、頑張りました、じゃあまあ元気にしたらまた1ヶ月ぐらい先に見せてください、はい、はい、じゃあすいません。